松本人志、作品に罪はある。ピエール・滝逮捕で。本日、フジテレビにて放送されたワイドナショーの中で、芸人の松本人志さんが、ピエール・滝こと滝正則の逮捕について、次のような発言をいたしました。薬物を使って、もしかしたら、あの素晴らしい演技をやっていたのかもしれない。となると、それはある種、ドーピング作品になってしまうので、 僕は監督としては公開してほしくない。作品に罪はない。作品に罪はあるっていうことで言うと、僕は場合によっちゃ罪はあると思うんですよとなっておりまして。こちら、滝正則の関連している作品が販売停止になったり、回収される事態になっており、それに対して作品に罪はないとの批判がございますが、こういった松本人志さんの 視点であったり、また、金の流れを見てもですね、こういった作品を放置してしまうことは、それ自体が罪になってしまう可能性がございます。例えば、滝正則は30年近くにわたって、コカインや大麻を犯罪者から、暴力団などの反社会的勢力から購入し続けていたと見られており、 そのコカインの購入に使ったお金、客が払った金であり、またスポンサー企業が払った金であり、そういった国民や日本企業のお金が暴力団などに流れてしまっていたということになります。こういった事実を確認した時点で、そのような金の流れを止めなければ、 国民が、日本企業が暴力団などを支援しているということになってしまいますので、こういったお金の流れから見ても、作品に罪はあるということになってしまいます。私も大好きな作品が販売停止になったり、回収されたり、見ることも、聞くこともできなくなったら、それは非常に悲しいことだと、 思いますけれども、それでもですね、こういった犯罪行為を容認することは、日本の芸能界自体を、芸能界への薬物汚染を放置、さらに助長することと同じでありますので、皆様、こういった事件が今後起きないように、 好きなアーティストの方が何か問題を起こさないようにしっかりと見守っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。